もっと私とおしゃべりしようよ。ん？私に話でもあるの？私に話でもあるの？うやっ！そんなとこ責任取ってね。うやっ！そんなとこ責任取ってね。そこの人とは、あなた、隊長に向かって少しぶしつけではありませんか？ああ、ごめんごめん。ほんと悪気はないんだよね。私、福山琴乃。あなたのことを探してたの。噂は聞いてるよ。あなたが謎の化け物をちぎっては投げ、ちぎっては投げで打ち滅ぼしてきた鬼の隊長ね。謎の化け物？ミゼレムのことでしょうか。隊長はミゼレムをちぎっては投げなど一度もしていませんよ。え、違うの？あ、じゃあ LBX の格好をした女の子、化け物と戦わせる冷血隊長だっけ？な、隊長は冷血などではありません。誰がそんな無礼な噂を。誰だっけ、めちゃくちゃ強いって話を聞いて、私が勝手に想像したのかな。いや、友達にもよく言ってるんだよね。私の言うことは話半分、あ、いや、10分の1くらいで聞くのがちょうどいいって。いや、友達にもよく言ってるんだよね。私の言うことは話半分、あ、いや、10分の1くらいで聞くのがちょうどいいって。この早とちりな性格、報告にあったものと同じね。フェアリーさん、アテナスへの志願願いは無事受理されました。この事実はあなたに実力があるということです。え、何？もしかして私って完璧？正確には違いますが、まあ似たようなものでしょう。拠点に戻ったら詳しい話を。そんな、頭脳明晰、天下無敵の美少女だなんて褒めすぎだよ。誰も言ってませんわ、そんなこと。
リー、どうしたの、そんなに慌てて。ニノさんが、ニノさんが。え、何かあったの。さっき何かが砕け散るみたいなすごい音がしたの。それで私が見に行ったらね、苦しそうにうずくまってるニノさんの姿が。あら隊長さん、そんなに慌ててどうしたんですか。ですか。だってフェアリーが苦しそうにうずくまってたって。うずくまるですか。もしかしてカップを片付けていた時のことでしょうか。どういうこと。実はさっきコーヒーカップを一つ落として割ってしまいまして、慌てて拾おうとしたら破片で指を切ってしまって。この通りです。リノさん、フェアリーさん、どうして泣いてるんですか。よかったよ、リノさんが無事で。それでも優しいからフェアリーって憎めないんだよね。してるでしょ。だったらこれは平和と呼べるんじゃないかな。あれ、なんだろう、あそこ人だかりができてる。街がこんな状態なのに、そんなの売れる人がいるんだ。試しに見に行ってみようよ、隊長。うお、なになに。ちょっと君、いきなり飛び出したら危ないじゃん。鬼ごっこでもしてたの。え、本当？私たちと一緒じゃん。私と隊長もパトロール中だよ。うん、隊長の右腕として一騎当選だよ。ところで君はなんでパトロールをしてるの。泥棒。じゃあ君はそのカジバカイト X を一人で探してたの。そっか、君も真剣なんだね。でもパトロールはもうしちゃダメ。 X はカジバ泥棒をするような神をも恐れぬ血も涙もないやつなんだから。もし探してることがバレたら、怖くて私には言えないよ。泥棒の捜査は私たちに任せて。絶対に見つけてやるんだから。もちろん約束だよ。
大丈夫。私ちょっと早とちりで話を盛ったりしちゃうけど。大丈夫。私ちょっと早とちりで話を盛ったりしちゃうけど、約束を破ったことだけは一度もないんだから。泥棒の剣は収穫ゼロか。仕方がないわね。なんといっても犯行はミゼレム出現時なんですもの。みんな自分たちのことに必死で、そんな事件が起きていること自体気がついていなかったんじゃないかしら。私たちも戦いに出てるから気にしてられないしね。ごめんね、ソフィアさんも毎日付き合わせちゃって。気にすることないわ。パトロールは重要だし、私も事件のことは気になるもの。それに隊長が全員で捜査することを決められた。だったら私はそれに従うだけよ。うん、ありがとうソフィアさん。失礼します。隊長、ただいまパトロールから戻りました。でも火事場泥棒の件は収穫ゼロって、あれ？なに今の人、隊長の知り合い？あ、もしかしてこの前市場で贅沢品を売ってた人？もしかしてこの前市場で贅沢品を売ってた人？ああ、最近噂の。しかし隊長がそういったものに興味があるとは。よくわからないけど、隊長もきっと事件のために動いてくれてるんだね。私一人じゃダメダメだけど、みんながいればなんとかなるって思うよ。一緒に頑張ろうね、隊長。
さないよ。隊長、火事場泥棒だったんだ。これで事件は解決だね。でもやっぱり隊長はすごいよ。あの人のこと最初から疑ってたんだ。おお、うむうむ、くれてたんだ。よし、隊長が認めた最強無敵の美少女、琴乃はこれからもみんなを守るために頑張っちゃうからね。